はい、こいつらの方、さっきからピコ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 言ってるんで、ちょっと上げてみたいと思います。いやいや、土砂降りだなー。すげえ雨だな。これ、橋の通りがアウトだったな。あれ？あれ？釣れたよ、ほら。おっぱいは世界を救う。はい、どうも、うなぎ竜兵です。本日は、埼玉県中川水系また来てます。俗に言うここは竜兵第3ポイントと言われる初の場所なんですけど、まあちょっとかなりの音、周りの音聞けば分かるけど結構土砂降りです。まあ橋の下なんで、まあ雨は避けれますが、かなり土砂降りです。びっくりするぐらい土砂降りです。まあペヤング食べてないんですね。まあ釣れるまで頑張ってみたいと思います。で現在時刻が現在時刻7時半、これから頑張ってみたいと思います。まあ餌がなくなるまでなんで、いつもの通り、まあ、10時から12時頃の間までやってみたいと思います。では頑張ってみます。また引いたんでちょっと上げてみたいと思います。なんかね、今日はねすげえ流される水だ。すっげえ重い。なんだこれ。すんげえ重い、これゴミかな。お、来た。あ、バレたっていうかゴミだね。あれ、いや、すごいゴミだ。いや、違う、魚だ。バレたっぽいね。残念。また頑張りたいと思います。先ほどから5分しか経ってないんだけど、なんかね、引いてる気がする。あ、でもゴミかな。ちょっとね、一応あげたいと思います。ご飯作ろうとしたらこれだよ。だけど、濁いだったらお前濁い食っちゃうからな、お前。あ、分かってない。なんか、うん、ゴミだね。天然反応がないもん。全然ゴミですね。残念。何にもかかってない。餌まで残ってる。まあそううまくはいかないか。ね、またね聞いたみたいなんで、かかってるっぽいんだよな。抜けるかな。カメラを回すと引かなくなるんだけど、寂しがり屋とかね、あのあれなんだよね、恥ずかしがり屋だからダメみたいなね、このままね。いけないな。カメラ回すと引かなくなるんだけど、この魚恥ずかしがり屋だからな。まあ、どっかの野田の風左衛門ってやつみたいな感じだった。聞いてる、プーちゃん。プーちゃん見てたら、あのコメント欄にコメントよろしくお願いします。いけるかな？外に上げてみようかな。これ、あの、もし釣れたら、あの、釣れた魚、プーザイモンって名前です。うん、重いな。あ、プーザイモン来たか、これ。プーザイモン来たか。あ、あれ、バレた。バレたっぽい。全然反応がいきなりなくなったぞ。プーザイモン来たか。プーザイモン、プーザイモン釣れませんでした。あ、プーちゃん何でしょうかね。もうそんな感じで、次はなるべくあげません。これが効きます。あのね、竿がね、今度は斜めになるまで持ってかれたんで完全に来てます。これでゴミだったらね、もうね、うなぎ釣り引退だな。じゃあ行ってみようかな。あ、ゴミだ。引退だ、これ。いや、これ本当に引退かもしれない。ゴミだらけ、ゴミだらけ、ゴミだらけ。あれ、引退だ、これ。あれゴミですね。ゴミ、しかも自分の、あの近くまで来てる。ああ、もういや。
よっしゃ、よっしゃ、寝てるねもな。もう、うなぎくんがいてな。はい、こいつらの方、さっきからピコ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 言ってるんで、ちょっと上げてみたいです。いやー、土砂降りだなー。すげえ雨だな。これ、橋本先生がアウトだったな。あれ釣れたよ、ほら。釣れた。なんだこれ。今釣れましたね、ほら。坊主回避ですね。濁いですね、濁い。食べようかと思います、これ後で。とりあえずリリースしまーす。今日ね、流れが強くてね、なかなか大変ですね。はい、今日のポイントですけど、橋の下なんだけど、まあ、土砂降りですね、土砂降り。これね、竜兵大祭ポイントじゃなければね、多分ね、今頃ずぶ濡れでね、今、銭湯に行ってる頃です。まあ、こんな感じで、釣り続けたんですけど、今のところ、濁い1匹しか釣れてません。餌がなくなるまで頑張りたいと思います。はい、現在時刻10時過ぎました。全然釣れません。あれからね、まあ、当たりは2、3回あったんですけど、全然、乗りませんね。多分ね、つついて遊んでるかもしれない。まあ、もう少しだけ頑張ってみたいと思います。じゃあみんな、チョーカーをご期待ください。ちょっとね、こちらがね、また引いたんで、ちょっと上げてみたいと思います。なんか、釣れてるような気もするんだけどね。まあ、ちょっと期待が外れて行ってみるか。よし。引いてる感じではない。読みかな。うん。あ、でもゴミっぽいね。こんだけゴミついてるからね。今かなり引いたんで取ってみたい。君だね。どっちだ？こっちかな。ペットボトル。あ、切れちゃったよ。ああ。切れちゃったよ。残念。ペットボトルかかったんだけど、取られちゃいました。倒れたんで、上げてみたいと思います。これは今俺が蹴っ飛ばしてます。来たかな。重いな、これ。マジか、重っ。なんか自分の竿が揺れてるんだけど、自分の竿釣ってないと思う。来たよ、ゴミ。一年自分の竿を釣りました。あれ、こんなお祭りになっちゃいましたね。なんで来たと思ったのにさ、ゴミじゃねえか、お前。ああ、もう帰ろう帰ろう。はい、どうも。結局、濁いしか釣れませんでした。まあ、こんなもんでしょうね。毎回ね、捏造とかなんとかね、そんなやぶからスティックなこと言ってないでね、釣り行きたい方、ご連絡お待ちしてます。まあ、私と釣り行くときは、一緒に行った方、確実に私が釣ったことになりますんで、釣った人、まあ、その辺はビッグシップに乗ったつもりで、一緒にご一緒しましょう。まあ、そういうことで、終わりかな。なんか引いてる気がするけどね、釣れたらね、もう一回あげるけど、これ一応エンディングね。うん。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次回、ニゴイでお会いしましょう。